こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはハートオブサマー。綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがハートオブサマー。もう一度先頭から見ていきましょう。リトル太陽先手を取りました。内からはハートオブサマー、その外からコスターアポロ。好位置をキープしています。スマートラッキー、黄色の帽子アゲヒバリ、その後ろ、その隣にエミーズスマイル、アルブランド、そのうちに続いています。黄色の帽子レジェンドダブリン、その後ろ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。では前の方から見てみましょう。リトル太陽先手を取りました。ニュースレッドすぐ後ろ、少し間が空いてハートオブサマー、好位置をキープしています。スマートラッキー、この辺りで各馬第1コーナー左にカーブしていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはリトル太陽、ニュースレッドすぐ後ろ、少し間が空いてハートオブサマー、スマートラッキー、好位をキープ。並んで9番フォスターアポロ、ラブリーアクトレス、この馬もこのグループ。すぐ隣にアゲヒバリ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はリトル太陽、ニュースレッド、ほとんど差がありません。間を挟んでハートオブサマー、3番手スマートラッキー、 B 位置です。さあここからどうか。短い直線に入って後続は届くかどうか。リトル太陽先頭、差はほとんどない。2番手はマツリダワルツ、マツリダワルツ抜けた。アゲヒバリ追いすがります。マツリダワルツ先頭だ。マツリダワルツ、マツリダワルツ1着、2着にはどうやらアゲヒバリ。これが地方の実力だ。マツリダワルツ